吉野さんお疲れ様です今回の村上龍さんですか村上達さんなんかお金で幸福を買うことはできないけどお金でなんかね嫌なことを避けることができるっていうのは何か出たような気がします私言ったような気がするんですけどね <laughs> うね、ん、まあでもいろんな方が言ってるんで私の場合はあのまあ昔のね何ていう人だったか忘れましたけども横文字の人だったんで。 あ村上龍さんって人も最近言ってるんだなと思ってまあいろんな人がね同じ名言を言われてるのかなと思いますんで、うん、別の角度から聞くのもいいもんだなと思ってね。す、う、ね、ん、まあ私はねビジネスはそんなにやってないんですけどもでも投資もね結構吉田さん頭使いますよ多分あの何て言うのかなまあ、投資の中の名言でねビジネスみたいに甘くないみたいな言葉があるんですよいやこれはね本当にね投資をやってみてビビるところですね まあ、FX なんていうのをやってると全然相場が動かないで1週間2週間過ぎ去るってこともあるわけですよ逆に荒れすぎてできない時もあるんですよこれを私はよくね海に例えて言うんですよ海っていうのはあのな帆張ってなんかこう出るじゃないですかマストを張ってねあのボートがでも風が吹かないと船って進まないんですよねマストをいっぱいに上げて帆張っても風がないと進まないんですよ だけども、逆に嵐とかだともう全然もうだから程よく波があって程よく風があってみたいな時を狙って FX っていうのは手を出さないといけないんですよね。じゃないとテクニカルが生きないっていうんですけどもテクニカルっていうのはある一定の安全な相場の間でだけ生きてるんですよ。 で怖いのはね1週間本当に動きがない時とか1週間荒れまくってる時って何もできないんでただ時間が過ぎるんですよ、うん、で焦ってエントリーすると大体ロスカット食らっちゃうんですよねそう考えたらビジネスってそういう時でも責めれるじゃないですかで私が何か商品を売る時ってのはそういう時なんじゃないかなと思いますよね、うん、で投資はビジネスみたいに甘くないっていうのは投資って結局誰からもクレームが入んないんですよで何も誰も教えてくれないんですよ で反省材料もどこにあるのかわかんないんですよ。しまいには投資の中の名言っていうのは数々あるんですけども、それがね、すべて矛盾をはらんでるんですよ。はっきり言って役に立たないとも言えるんですよね。役に立たないとも言えるけども、その名言の中から法則を導き出して自分だけの勝利をつかんでいくっていう、まあ、そんなね、過酷な道があるなと思うんですよ。いくつか紹介しましょう。素人がプロに勝てるのは時間であると。ね すすごいですよねだからね時間を使いむけるプロにはもうもはや誰もかなわないってことなんですけども素人がプロに勝とうと思ったら時間を追いかけるしかないってことなんですよね、まあ、当然ですよねこれビジネスも言えますよねビジネスで儲けてない人が時間を惜しんでビジネスをね効率的にやろうと思ってるもうほんととんでもないやつですよねって感じですよね次他人を耐えるべからず自力を頼むべしビジネスでも、まあ、コラボをするのがいけないとは言いませんけども 結結局、人自己完結ってなななかかしないんですよね。どっかアクセスの高いところに飛び込んでいったりとか誰かに紹介してもらうことを望んだりとかねなんかちょっと人を頼るところっていうのはビジネスでは残ってくると思いますけども投資って一人でしかできないんで他人が頼れないんですよね、うん、怖いですよ結構そういうところもあとね辛抱する気に金がなるっていうのもあるんですよこれは以前漢字で書きましたね人には 一時の株価変動で一喜一憂せずに辛抱することが結局が利益になるということなんですよ。あの相場が動かない時って辛抱することが金になるそういう時に動いたら金を失うってことなんですけども、まあ、ビジネスではね特にコンテンツビジネスって別に活動いっぱいしたからといってマイナスにはならないんですよ投資はマイナスになるんですよだからやっぱり種銭が潤沢にないと投資はできないなと思いますね でもビジネスがうまくいかないからって言って投資の世界に逃げてくる人ってのは資金がないわけですからやっぱり厳しいと思うんですよ。うん、で、あと天まで届く相場はないっていうそういう言葉もあります。それはですね、一方向に動き続ける相場はないってことで必ず折れ曲がって売りから買いへ買いから売りへっていうのを繰り返すってことなんですよね。うん、まだまだありますけども投資の名言。今回は、まあ、名前はね、ちょっとね出せないんですけども投資家ということにしときますね。うん、やっぱ ぼーっとしてるっていうのはね、なんかね、ただもう何も考えずにぼーっとしてるわけじゃなくって、ビジネスの脳よりも投資の脳を使うってことですかね。で、投資って見るのも相場って言いますけども、はっきり言って見るのが相場なんですよ。ずーっと見とかないといけないんですよ。それは畳に見たらぼーっとしてるのに見えるんですよね。でも頭はやっぱり100倍回転ぐらいしてると思うんですよ。うん、それこそあのビジネスみたいに甘くないっていう部分も確かにあるんですよね。うん、怖い世界ですよ。 あのビジネスっていうのはやっぱり人との関係が残ったりとか誰かの役に立てるってものがあったりとか自分のスキルアップっていうのは必ずついてもらうんですけども投資はそのほとんどがないですねやったところでお金が増えたか減ったかの勝負でしかないんでそこにはなんか人の思いとかね誰かに助けられてよかった感動とかってまあ起きにくいですよ本当にコ,コミュニティでも作ってなければねできないですで私はもともと速果塾ってものから始めて FX 後付けなんで FX からコミュニティっていうのはやっぱり作れるわけなんですよでも多分 自分一人で投資を始めた人って集客したりとかねセールスをしたりとかコミュニティ運営をしたりっていうのが多分すぐには難しいと思いますんでそういう意味で言うと投資専業ってのはものすごく危険なことをしているような気もしますはいということで投資家ということで今回はねお届けしましたいしい